状態、今生産が終わりました。次の金型に変えますので、金型を外して入れるまでの一連の動作をあまり喋らずにやりますので、いかに速いかというのをちょっと見てみてください。では始めます。完了です。大体20秒ぐらいですね。次取り付け、取り付け完了です。今私が段取りしたのは、操作側で一人でこのボタンの順番さえ覚えれば誰でもこの段取りができるようになります。じゃあせっかくなんでちょっと金型交換やっていただきたいと思います。いいですか、協力してもらって。じゃあすいません、初めて正規機触られますかね。あ、じゃあ順番に教えますので、じゃあこのレバーをですね、こっちにひねってもらいます。こういう形で、はい、ずっと冷えてください。もうずっと止まるまで。その後この黒いとこ押してください。で、段取りっていうのを押してください、はい、でもう一回これをずっとひねってもらいます。はい、青森さん、これですね、はい、もう一回グッと、はい、で今度このキーを交換にひねってください。でオフボタンを押してください。もう一つ、はい、これで金型外れてますので、これを反対にちょっと開きます、はい、で金型引っ張ってください。思いっきり引っ張ってください、はい、ぐーっともっと思いっきりです。最後にです、はい、ぐーっと、はい。今日初めて金型交換してもらったんですけど、順番さえ覚えてもらえれば誰でもできます。じゃあ取り付けありますね。今度入れてくださいね。すいませんね。グッと押すとこまで、はい。で、安全扉を閉めて、これをまた閉めてもらえますか。右に。こっち、はい、そっち。はい。ぐーっと。はい、もう一回ぐーっと。同じ方向です。はい。はい。で、今度、オンボタンを押してください。で、成形モードにして、これで開いてください。さっきの反対を、はい、そうです、これで金型交換完了です。すいません、ありがとうございました。